足立区の一部が選挙区となる東京13区は、届け出順に日本維新の会の新人、重田純平さん29歳、国民民主党の新人、森陽介さん30歳、共産党の新人、沢田慎吾さん39歳、自民党の前職、土田慎さん33歳の4人が立候補しています。自民党前衆議院議員の土田慎さん33歳は、前回小選挙区として最年少で初当選を果たし、デジタル大臣政務官を務めていました。土田さんは未来のために今をテーマに掲げ、企業の成長の後押しによる賃金の引き上げを訴えます。しっかり経済成長しないと何もできないですから、税率をいじるとかそういう話ではなくて、しっかり国全体の収入が増えるような政策を打っていかないといけないというふうに思う。その結果、個人個人の手取りも企業の収益も上がるような社会のシステムにしていかないといけないというふうに思っています。日本維新の会新人の重田純平さんは、この選挙区で最も若い29歳で、元航空自衛官と外資系証券会社に勤めた経歴をアピールしています。重田さんは未来を守り抜くとして、現役世代の生活の負担軽減を掲げます。今この現役世代の生活が非常に苦しくなっているというところで、しっかりと国民の負担の軽減をさせていただくと、所得税の減税と社会保険料の減額、それから子育て支援といったものをしっかりと給付を強化していきたいと思っております。国民民主党新人の森陽介さん30歳は、元環境省の官僚で会社経営の経験もあります。森さんは真面目な政治で明るい社会へとして、給料の手取りを増やすことが必要だと強調します。結婚しないと思う若者が結婚ができる、子供をもう一人産み育てたいと思う子育て世代が踏み込むことができる、そういったようなことを実現するためには、やっぱり所得を増やす、これが大事だと思います。何よりも手取りを増やしてしっかりと暮らしを支える、これが大事だと思ってます。共産党新人の沢田慎吾さんは、この選挙区では最年長の39歳で、現在党の地区委員長を務めています。沢田さんは暮らし応援の政治を掲げ、労働時間短縮などの実現を目指します。やっぱり教育費の負担軽減だとか、給料アップだとか、あとは労働時間の短縮なんての、これは私しか多分言ってないですけど、やっぱ働き方のルール変えて暮らしやすくしよう、子育て応援して暮らしやすい社会にしていこうなんてのを重視して訴えています。また若い世代の投票率が低迷する中、投票率を上げるためにはどうすればいいのか、各候補者に聞いてみました。電子投票、要は自分で何々さん名前を書くと、それが自然に集票される、こういう一歩一歩ですね、電子的な取り組み、インターネット投票に向けた取り組みを一歩一歩進めていかないといけないなと思ってます。やっぱりもうちょっと身近に投票できる制度があったらいいなというふうには思いますけどね。インターネット投票が直ちにできなくても、例えば自分でいつでも自分の好きなタイミングで投票行けるよっていうのが浸透していったら、もうちょっと投票率上がってこないかなというふうには思いますね。やっぱりですね、今投票所に行って記名でしか投票できないというのが一定のハードルになっていると思います。電子投票も拡大してですね、もうちょっと投票所の数を増やして、もうちょっと家の近くでも気軽に行ける、こうした投票の環境を作っていくことが大事かなというふうに考えております。せっかく投票所に行ったのに自分の意見が反映されてないって考えている方は多いですから、抽選挙区に戻すか完全比例にするか、要は指標が出ない、自分の一票が政治に生かされるっていう選挙制度に戻す必要があるのではないかと考えています。